レイヤーってあるやん。レイヤーあるな。フォトショップとか。レイヤー。うん。うん。レイヤーな。普通に番組が見えてんねんけど、一、うん、枚上にレイヤーが乗ってんねん。あ、乗ってんねや。うん。はいはいはい。それは、あの、脳のこの辺の部分で感じとるねん。ああ。視神経とかじゃなくて、うん、なんていうの、光としては入ってきてんねんけど、はい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 、その目でなんか確認するとかじゃなくて、じゃなく、うん、形を確認するとかじゃなく、そうそう、脳のこの辺で、うんうん、わーわーってきて、こうそれがなんとなくなんとなく溜まってきて、ある日こう明確に像を結んでくる。ああ、その時こそ人類覚醒の時。あ、人類覚醒さそうとしてんの。まあ、あの端的に言えば、ああ、うん、だから結局今、うん、君はだからあれやん、うん、もうだからあの、まあ、まあ言うたら危険物処理班やん、まあ言ったら簡単に言えば、ちゃう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 、エージェントのうちの一人やろ。エージェントはもう何でもするやん。何でもするの、うん、危ないことをなんか食い止めるとかそんなんじゃないの。だからそれは中心任務やけど、うん、何でもするやん。例えば一番細かいことやったら、そば打ったりとか。はあ、大変やん。職人やな、だいぶ。そこまでは言ってないけどね。そこまでは言ってんや。だから10割そばにするか、とわりにするか、うん、2、8でいくか、うん、うん、それはどっち2、8っていうのは、そばが8、それでも細かい。それはそばが8に決まってる。あ、はいはい、こんな8やったらうどんやろ、そら。いや、そば粉入りうどんやろ。なんかおかしいと思えへん。2、8そばって言い方が。8、2やろ、普通やったら。なんかな、思えへん。あ、そうだよな。うん、8、2やけど、でも8、2そばって言えへんやん。2、8やん。2、8の方が言いやすいから。ああ、そうか。まあ、それもあれやけどね。プロジェクトアトムで決めたんやけど、2、8の方が言いやすいですよ。あー、すっごいな、そんなんも決めてんねや。だから野坂総司令官もほら、分泌家やん、うん、な、うん、そういうとこ結構うっさい。副司令誰やった。野田聖子。あ野田聖子司令です。はい、なるほど。ほんでビジュアル担当が桜桃子。そうそう、メディアね。あ、メディアね、うん、ほんで、軍事参謀は小池栄子。調理係は、調理係は見えない。これはえ、それ仮面ライダー民派や。あ、これメッサンボロや。あ、これめっちゃおもろい。たまらんわ。すっごいな。